ウォルター・オズボーンはアイルランドの画家である。印象派、ポスト印象派の影響も受けた画家で風景画や人物画を描いた。ダブリンで生まれた。父親は動物画家のウィリアム・オズボーンで父親から絵画を学んだ。ダブリンの王立ハイバーニアンアカデミーの美術学校でも学んだ。1881年にアイルランドの若手画家に送られる。 テイラー賞を受賞し、1881年に、ベルギーのアントウェルペンの王立美術アカデミーに留学した。鳥の球児1881年から1883年の間、アイルランド出身の画家たち、ロドリック・オーコナー、ナサニエル・ヒル、ジョセフ・カバナラと共に学び、その後フランスのブルターニュに移り、ポンタバン派と呼ばれることになる多くの画家が活動したポンタバンで、 風景や農民たちの生活を描いた。1884年頃にイギリスに移り、イギリスの田舎の人々や風景を描いた。1886年にアイルランドの王立ハイバーニアンアカデミーの正会員に選ばれた。1892年頃までにアイルランドに戻り、ダブリンの人々の生活を描き、ダブリンの美術学校で教えた。 肺炎で43歳で死去した。ありがとうございます。